こんにちは、ハイジです。さあ、というわけで始まりました。超美味しいハンバーガーを食べているところを見てもらおうのコーナーでございます。そういうわけで、今日は新宿ネイキッドロフトさんの方で開催されますハイジーライブ勝手すぎる発表会の本番当日でございます。ただいまその楽屋で、一人で待機しているところなのですが、このライブというのはですね、なんでしょう、飲食できるお店でやるライブなんですね。ですので毎回ハイちゃんランチプレートと題したランチプレートをメニューとか考えたり旗を作ったりとかして、楽しいランチプレートを皆さんに提供しようとしている所存でございます。今回はですね、メニューとしましてはハンバーガーなんですよ。ハンバーガーみんな大好きですからね。なのでそれがどんなハンバーガーなのか、あ、ちょうど来ました。あ、はい、見てもらおうということでございます。あ、すごいナイスタイミングです。はい、さあ来ました。でーん、どうよ、みんな見くびってもらっちゃ困るよ。ハンバーガーはもちろんね、もうとんでもないボリュームね、に加えてこのハッシュドポテト、これがうまいんですよね。結局これ大好きなの。だからみんなにも食べてもらおうと思ってさ。あと見くびってもらっちゃ困るよ、これだけじゃないから。はい、見て、チキンナゲット、はい、油3点盛りです。もちろん、ハンバーガーには僕のお手製の旗が、刺さっております。中身ちょっとペロッと見ちゃう。はいはい、ペロ。うん、そしたら目玉焼きが、出てきまして、目玉焼きの下に、はいはい、来ました、スパムです。これはどういうことかわかるかな。先日僕がフレッシュネスバーガーでスパムバーガー食べてめちゃめちゃうまいってなったということで、これを作ってみました。これはね、作ってみたところ激うまですから。いや、ちょっと食べてるところ見せちゃおうかな。はいはい、ありがとうございます。ちょっと今や急に来たね。はい、俺です。ちょっと急に後輩が登場しちゃったんですけど、食おうとしたら、ちょっと今やってるから YouTube の撮影です。はい、ハイ島さんでーす。いいよ、もうここがハイ島さんでーす。ここだけじゃねえよ。今回のランチプレートはもうすごいでしょ、このボリューム。いや、本当ですね、はい、いくよ、はい、結構頬張りますね。最高だよ。最高ですか、これ本当に。はい、まあ、そこら辺のハンバーガーショップで食べるよりも、はい、結局美味しいんだよ。全然美味しいですか、こういうとこで食うのってね。はいはいはい、流れ作業で作ってないからさ、はいはいはい、申し訳ないけど、はい、一個一個丁寧に言ってるからね。はい、今日はどんなことをされるんですか。今日ですか、今年の夏の本当にあった思い出というネタです。最後は投げ投げ禁止だよ。うちのライブではラゲ禁止だから。お願いします、今日だけはラゲ。オチをラゲにしちゃったんですよ、オチを。下ネタは毎回禁止と私この2年言い続けてますよ。オチが思いつかなかったんですよ、本当に。はい、頼むよ、許してください。まあ本当にラゲじゃやってもいいけど、ラゲって、まあ、裸になるだけ。ゲーじゃねえと思うんだよ、俺いつも思うんだけどさ。どうやって裸になるかっていう芸術ですから。ゲーですか。いや、もう本当にお願いですから受けてくださいよ。僕受けりゃいいですね。はい、そう、はい、じゃあ取っときますから。はい、はい、ラゲの瞬間、ラゲの瞬間取っとくから、はい、受けてくださいよ。わかりました。はい、さあ、いよいよ本番が始まります。予約だけだともう満席で椅子を増やしてもらうくらいの状態なのですが、ちゃんと来てくれてるのかどうか毎回ここで不安になりますね。オープニングです。替え歌から始まってます。受けそうだけど、もうちょい涼しい。
こっちのブーメラン、リアル